正直ね最初は出るの嫌だったんですよしくじってるっていうのをそうですしかも若林さんんんのの前にっっていうう嫌だだたんですよああそうなんだ勝手に僕は若林さんに対してずーっと対抗意識を持って「いいとでレギュラーをやってた時にその一番自分が何か分かんない時に「お前らのネタはねもう武勇伝、うん じゃなくて、漫才でやれと。で、で漫才で認められないとやっぱ芸人界では認められないからっていうなんか意見が聞こえてきて誰が言ったのかはもう覚えてないしうん、うん、言ってないのかもしれないですけどそう言われてるような気がして、まあ、苦手な漫才チャレンジしてやってた時期あったねそうなんですよこれがまたね、あのー、全然しっくりこなくて <laughs> なんか全然違う競技やってんなっていう気はしたんですよ似てるだけでこれ違うっていう、うん、でそんな自分が目の当たりにしたのがオードリーさんの敗者復活で。 これはすげえなってそんな中でモードリさん僕から見たらですよ、まあ、いろいろいう曲折あったんだと思うんですけど一度も何かこう大きな失速をすることなく一回ブレイクしてからは、ね、そうど,んど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 ん着実にねうん、うん、キャリアを積み重ねてで MC としてもどんどんこう格が上がっていく中でその「しくじり先生」始まります座組がいいじゃないですか、うん、吉村さんと澤部君ですから、うん、あこれはいい座組だと。うん ですげえいい番組を任されてるんだっていう中で第1回のレギュラーのゲストでどうでしょうって言われた時にこっちかーって思ったんですよ、ね。ライバルたちに自分の失敗を話さなきゃいけないのか <laughs> そうなんですよ。ピカルがこうヒットしたのがやっぱりまさに吉村さんと綾部さんのコントだったんで、ね、吉村さんに対しても思うところあるわけですよ。うん、ででサー,ー君に関してもの予選で 僕らのあとにハライチが出るってなって、うん、僕らはもう落ち目で、うん、それでなんか漫才やるんですけど、うん、まあ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 みたいな受け方なんですねその後にハライチがバーンって爆笑を取って、うん、誰だハライチ俺より若いじゃない、うん、俺より若くて才能あるのかよって思った時に参、うん、ったなあって思ったその3人なわけですよ。それぞれれぞ才能を知ららしめられた3人が いい座組ですよね。うん、最高のフォーメーシ <laughs> <laughs>